遅かったな。お前、今さらなんだ。どけよ、相手してる暇はねえ。そろそろ鬼ごっこも飽きてきたな。それにその刀だ。こいつのことか。それは俺の兄貴のもんだ。返すなら先に行かせてやるぜ、坊主。坊主、あんたのその上から目線が気に入らねえんだよ。先輩の言葉は聞いとくもんだと思うがな。頭は冷えたか？おい、どうした？睨むな。最初から俺を殺す気なんてないんだろ。その刀には魔界と人間界を分ける力がある。そんな危なっかしいもんを人任せにはできねえ。家族が管理するべきだろう。でも俺は じゃあ持ってろ。少しは落ち着いたみたいだし行けよ。ダンテだろ。悪くない名前だ。お前もな。これはまたよくお似合いで。そうでしょう。ありがとう。あの子行かせていいの？あんな目でせがまれちまったらな。そんなこと言って知らないわよ。後で大事になって。まあその時はしゃあない。俺がケツを拭いてやるさ。姿であろう。そこまで趣味が悪いつもりはねえな。そうか、それは残念だ。彼女と一つになるのが願いであろう。その願いを私が叶えてやろうと言っておるのだ。この神の体内で二人が溶け合い一つになればよい。そう、高貴なる愛の証として。聞こえてろ。
今助ける。信じてくれ。交渉は決裂だな。ならば残念だが仕方あるまい。まだ未完成とはいえ、神の力の一端を見せてくれよ。さすがはスパーダの血を引く者の力よ。ダンテほどではないと思っていたが、ここまで苦戦させられるとは思っていなかった。ダンテ？本来ならば、あの男を神に取り込むつもりだった。だが結果が同じなら、たやすい道を選ぶ。その血とこの刀の二つさえ揃えば、我々の計画はいよいよ最終段階へ向かうことができるのだ。ネロ、逃げろ。クレド。貴様が裏切るとはなぜだ。私はあなたの理想の世界を築くために、あなたに仕え何だってやってきた。だが妹をキリエを、何も知らないあいつを巻き込むようなやり方だけは、家族への愛だと。くだらぬ。必要なのはただ絶大な力、それだけ。お前はそうか、グロリアか。貴様らの予測せぬところにスパーダの血毒は存在していた。この小僧のおかげで我らが神はついに絶対の存在となるのだ。どうかな、そっちの坊主はまだやれそうだぜ。バカめ、もはや脱出は不可能だ。神の軌道を止めることはできん。おい坊主、ギブアップするか。もうネタ切れでね。なんだ情けねえ。ところでその刀は後でちゃんと返してくれんだろうな。取りに来な。悪ガキめ。
助けられなかった。